株式会社帝国データバンクは企業を専門対象とする日本国内最用手の信用調査会社である。1900年3月3日に後藤武雄が帝国更新者として創業、その後法人化し称号を帝国更新書とした。1981年に社名を現在の帝国データバンクに変更。それと同時に従来受け負ってきた結婚調査。 雇用調査等の個人調査を廃止、業務を企業信用調査に特化した。本社は東京都、港区、東京都と大阪府に支社を置き、事業所数は国内83カ所、調査スタッフ数約1700人、企業信用調査報告書、データベースサービス等はオンラインでの提供も行っている。信用調査の方法は企業が自社で行う。 直接調査や外部調査があるが、同社のような第三者へ依頼するのを依頼調査と呼ぶ。しかし、実際に信用調査会社が行う調査方法は、自社で直接調査や外部調査で行うのと同じ手法である。調査先から直接情報を入手する方法。調査対象とする企業はポイントメントを取って、訪問し、調査を行う。訪問調査及び、 電話を利用して行う電話調査、E メールやファックスを利用して行うメールファックス調査がある。訪問調査ではヒアリングと同時に企業の在庫や設備の状況、業務内容などの情報を収集する。調査対象の企業以外から情報を入手する調査方法。観光庁に登録された情報を閲覧して情報を収集する観光庁調査。 インターネットやデータベースの検索から情報収集を行う検索調査のほか側面調査といって対象会社に知られずに取引先や同業者、取引銀行など関係先から情報収集する調査がある。近年ではほとんどの企業が公式ウェブサイトを持っていることからインターネットの検索サービスを利用して調査対象の企業サイトから情報を収集。 検索調査が多用されるが、求人情報サイトなど他のサイトから情報を収集することもある。直接調査で得られた情報が正確な情報なのかを確認するために行うのが、側面調査である。いわば裏付け調査であり、直接調査だけでは、情報の入手が不十分な場合に行われる、補完的調査。企業が自社で調査せずに、 同社のような第三者へ依頼する調査方法を言う。しかし、実際に信用調査会社が行う調査方法は、直接調査や外部調査で行うのと同じ手法である。帝国データバンクから調査依頼があった場合、どのように対応すればよいのか迷う企業は多い。調査に協力する義務はないが、帝国データバンクは大手の信用調査会社であり、 取引先企業からの依頼に基づき調査を行っている可能性もあるため応じた方が有利になる場合が多い。一方、帝国データバンクから電話がかかり、売上などの情報をヒアリングしてくる場合は、帝国データバンク自体が企業情報のデータベースを作成する目的で連絡している可能性が高く、同社の企業情報データベースに情報を提供しておけば、 自社の取引先などが信用調査をするために側面調査や訪問調査をする必要、手間の一部が減らせるメリットがある。情報提供することで企業の信象が良くなり、調査結果も良くなることがあるとも言われることがある。ありがとうございます。